あらジャンタマは中華人民共和国のコンピュータゲーム制作団体キャットフードスタジオが制作したオンライン対戦マージャンゲームである日本での運営はヨースターが行っているブラウザ版アンドロイド版 iOS 版があり日本式マージャンのルールで4人マージャンと3人マージャンのプレイを提供している2018年に中国でサービス開始 日本では2019年4月25日にウェブブラウザ版のサービスを開始したオンライン対戦マージャンゲーム。基本プレイ無料でプレイヤーのアバターとなるキャラクターやアクセサリーはガチャなどから入手できるアイテム課金制。中国開発のマージャンゲームであるがルールは中国マージャンではなく日本式のリーチマージャンを採用している。キャラクターを対局でアバターに用いたり、 贈り物アイテムを使用したりすることでそのキャラクターの絆ポイントが上昇し、追加ボイスや追加グラフィックが解禁される、育成ゲーム的要素も存在する。対局においては、プレイヤー補助のためのアシスト機能が実装されている。サービス開始当初から VTuber を活用したプロモーションを積極的に展開することで、麻雀に馴染みのない低年齢層などの取り込みを行っている。 その他、日本の競技マージャンプロ団体、ルムが2021年に開始させたタイトル戦、東ハイでは本ゲームが採用され、すべての対局がオンラインで行われている。4人、マージャン、3人マージャンとも、下記の3ゲームモードを常設で、プレイ可能。常設ゲームモード以外に、期間限定イベントとして、特殊ルールによる対局が行われる場合がある。 ランダムマッチングにより対局を行い、団位昇格を目指す、基本的なゲームモード。大会ロビーと交流の間に分けられる。時期によっては限定で、修羅の間が開かれる。プレイヤーが企画、レギュレーション設定を行った大会が開催されており、それに参加ができるロビー。大会の開催申し込みは、ゲーム内からではなく、公式サイトから行う必要がある。 一プレイヤーは7日に1回しか大会開催はできず、また開催費用として一定量の奇跡が必要となる。大会での対局結果による段位の昇降やコインのやりとりは発生しない。ランダムマッチングによるフリー対戦モード。ダムン線同様に4人東、4人南、3人東、3人南のルールが選択できるが、誰でも 参加可能で段位の証拠は発生しない。友人対戦モード。宅の作成、参加とも無料で、段位証拠やコインの授受はない。4人、麻雀、3人、麻雀、豆腐、半送の選択のほか、持ち点や持ち時間などのレギュレーション設定も可能。宅の作成者に5桁の数字で部屋番号が与えられ、それを共有することで、 特定の友人やコミュニティ内での対局が行われる。コンピュータープレイヤーを1から3名対局に加えることも可能。大会戦や友人戦では一部ルールの任意変更が可能。4人マージャンの相違点のみ上げる。期間限定イベントや大会戦にて不定期に開催される本作独自の特殊ルール対局。基本ルールは4人、マージャン風船だが、ハイパイ時に、 手配から3枚不要配を選出し、竹と交換する数両者が出ても局が終了せず、残りの対局者で続行し1局で最大3名まで数両できる点が通常のルールと大きく異なる。通常の4人、麻雀ルールとの主な違いは以下の通り。本作は以下のローカル役を実装している。ただし段位戦では採用されず、 友人戦などにおいて、たくさく政治のルール変更によって導入することができる。ローカル役割の限定イベントが開催されたこともある。メニュー画面での表示や対局中のアバターとして使用されるキャラクターで、初期状態では、一姫と二階堂三木が選択できる。それ以外のキャラクターは主にガチャで獲得でき、女性キャラと男性キャラで、落ち桜の道。 竹林の道の二つにが茶は分けられている。限定イベントなどでの配布が行われる場合もある。期間限定イベントで登場するキャラクター。稽古娘のみ、イベント報酬として獲得できる配布キャラクターで、それ以外は、イベント限定が茶で入手可能。後日再登場する、可能性もある。ありがとうございます。